こんにちは、スネドラです。今日は一気に南下して松前まで行きたいので朝6時にスタートしました。今日は天気もいいので景色も期待できそうです。はい、セタカムイの伝説を発見しました。漁に出たまま帰ってこない飼い主をずっと待ってて、最後石になってしまったっていう伝説ですね。次はシャコタン岬に向かいます。ここは車中泊してる人が多くて、関東ナンバーのキャンピングカーもたくさんありました。まだ8時前なんですけど、すでにやってる食堂があったので、帰りにあそこで朝ごはん食べようと思います。見どころがたくさんあるようなんですが、時間がないのでかいつまんでね、観光しようと思います。まずは島向い海岸です。日本の渚100選にも選ばれてて、荒々しい海岸線もとても綺麗ですけどね。北海道だとこれぐらいの景色はよく見てるような気がします。全長 4.7 キロの遊歩道全部は歩けないので、灯台まで行ってみます。綺麗な景色なんですけど、光の当たり方の問題なのか、シャコタンブルーっていうのはよくわからなかったですね。お食事処林光さんです。朝から生ものがっつり食べると胸焼けしそうなので、海鮮丼とホッケ定食を頼んでシェアしようと思います。この海鮮丼なんとね、1800円なんですよ。これね、取れたてのネタばかりですごく新鮮でね、これでうまくないはずないですよね。ホッケ定食はね、なんと700円です。シャコタンさんのホッケだそうです。そりゃうまいですよね。次は待望のカムイ岬です。久々に賑やかな観光地に来ました。人気があるんでしょうね。駐車場から岬の突端までは結構歩くみたいなので、頑張っていこうと思います。今日はとにかく天気がいいんですよね。これが一番のラッキーでしたね。昔は女人禁制だったらしいんですが、今は当たり前ですが、もうみんな入ることができます。これ一番先まで歩くんですけど、まだ30分近くあるんじゃないですかね。これがシャコタンブルーかっていうような海が見えてきました。すごいですね、このエメラルドグリーン感がね、驚きです。素晴らしい景色が見えてきました。この灯台は北海道で5番目に古いんだそうです。昭和35年までは灯台森の人たちが実際に住んでたようなんですけども、岬への出入りで大勢の人が亡くなってるみたいで、とても悲しい話が書いてありました。岬の先端に着きました。もう言葉を失うような絶景です。あそこにそびえ立ってる岩礁が義経伝説に出てくるカムイ岩です。高さが41メートルで14階建てのマンションに相当するんだそうです。この驚愕の絶景にシャコタンブルーと呼ばれるエメラルドグリーンの海の色が合わさって、もう日本一の岬なんじゃないかっていうぐらい綺麗です。帰りはお約束のご当地ソフトクリームを食べて帰ります。ミント味でね、すごく美味しかったです。引き続きどんどん南下していくんですが、そろそろ腹減ったなと思ったら、ちょうどね、蕎麦屋が出てきました。にしんご店さんっていうんですけど、この建物とかすごくないですか。これ昔の建物を改修したみたいなんですけど、こんなでかい蕎麦屋があるんですね。店内の雰囲気もいいし、飛び込みにしてはいいお店に入りました。久々ににしんそば食べましたけど、出汁が出ててすごくうまかったですね。エビ天たぬきそばは巨大なごぼう揚げが入っててね、驚きました。途中で不思議な看板を見つけたので、ちょっと寄ってみます。あのシルエットを見て誰かわかりますかね。北海道って実は源義経伝説多いんですよね。ここもその一つで、弁慶岬って言います。まさか北海道のここで弁慶に会えるとは思ってもみませんでした。とても綺麗に整備された公園と素晴らしい景色の岬です。犬たちもとても気持ちよさそうなんですけど、さっきからね、ずっと弁慶の像に吠え続けてるんですよね。もしかしたら何かが見えてるのかもしれないですけどね、ちょっと怖いです。国道が内側に入っちゃうときは、なるべく海側の道を走るようにしてるんですが、その中でね、親子熊岩っていう奇岩を見つけました。子熊が足を滑らせて海に落ちちゃったのを見た親熊が助けに行ったんですけど、親熊も溺れちゃってね、それを見てた神様が岩に変えてくれたというような伝説があるようです。次は道の駅上の国文殊に寄ります。
ここはね、高台の綺麗な道の駅なんですけど、ドッグランがあるんですよね。なのでここでワンコたちを遊ばせます。毎度毎度ですけど、北海道のドッグランは本当に広いのにクオリティが高くてね、これが無料だなんて本当に感謝です。犬たちも気持ちよさそうに遊んでます。もうすぐ松前なんですけど、向こうの方に変な雲が見えてきました。雨が降ってるのかな。あちこちに寄りながら400キロを11時間で、道の駅松前まで来ることができました。なんとか日が暮れる前につけてラッキーです。今晩はここで車中泊をしようと思います。残念ながら道の駅自体は閉まっちゃってるんですが、建物は広いし綺麗なのでね、車中泊向きの道の駅かもしれないです。この道の駅は町の近くにあって、5分10分で町まで出れるんですよね。なのでさっさとお風呂入って食事しに行きたいと思います。城下町だけあって、意図的に建物の雰囲気を出してて風情もあるんですが、人がね全然いないんですよね。今日のお風呂は温泉旅館矢野さんです。町に全然人がいないので、ここも廃れてるのかなと思ったら、思ったよりも人がいてね、にぎわってました。やっぱりみんな温泉は好きなんですね。とてもいいお湯でした。晩飯はすぐ近くの喜楽さんに寄りました。元寿司屋さんで今居酒屋さんみたいなお店でしたね。おはようございます。今日は曇りです。だいぶ車中泊に慣れてきたので、もう道路の騒音も風音も全く気にならずに朝まで爆睡することができました。今から松前城跡を観光します。朝早くてまだ空いてないので、外をねぐるっと回るぐらいしかできないんですけどね。このお城は北海道で唯一、日本では最後の日本らしいお城だと言われています。松前神社があったのでお参りします。ここは松前藩の始祖武田信広公を祀った神社だということです。これは宝前松って読むんですかね。昔水戸黄門からもらったんですけど、一回枯らせちゃって、これ2代目だということです。はい、次は絡めて二の門ですね。これは復元されたもののようです。思ったよりもしっかりした立派な門で、平成12年12月に復元が終わって、この状態になったということですね。私が思ってたよりも規模の大きい立派なお城だったんですね。資料室が見れないのがね、もう残念です。ここが入り口になるんですが、時間的にまだ空いてないので裏に回ってみました。裏には水堀があってね、きちんと整備されてます。奥には天守も見えますね。天守閣の右側には現存する本丸御門があります。現存してるなんてすごいですね。今回も最後までご覧いただいてありがとうございました。一気に松前まで来れたので、こっから先は少し楽になります。北海道一周旅も残りわずかなので、ぜひ最後までお付き合いください。チャンネル登録、高評価、コメントぜひお願いします。それではまた。